この動画では、抗大脳動脈の解剖とセグメントについて解説していきます。以前、抗放循環系の血管として、椎骨動脈の解剖とセグメントについて扱いましたが、今回は抗大脳動脈について扱っていきます。今回の動画の目的としては、抗大脳動脈の解剖について理解すること、そして抗大脳動脈にも P1 から P4 のセグメントがありますので、そのセグメントについて理解すること、さらに細かい枝ですね、抗大脳動脈から出る分子について理解することを目標にお話していきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについて詳しく説明していますので、これらのキーワードについて知りたい方は、ぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。それではまず、抗大脳動脈の走行に関わる基礎的な解剖構造について見ていきたいと思います。抗大脳動脈の穿通枝が栄養している重要な部分に中脳がありますが、中脳のこの隠れ幹の耳の部分に対応する部分を大脳脚と言います。そして大脳脚の間に挟まれたくも膜下腔の部分を脚管層と言いますが、脚管層から迂回層、そして子宮体層へとくも膜下腔が続いていきます。その部分を抗大脳動脈が走行しているわけですが、くも膜下腔の基礎的な解剖については、こちらの動画で詳しく解説していますので、概要欄にリンクを貼らせていただきます。そして、中脳の後ろ側には、このように、もこもこと後ろ側に突出していく部分がありますが、こちらを子宮体と言います。大脳脚が見える断面では、下球のスライスに対応しますが、上球が2つ、子宮、下球が2つということで、合計4つあるので、子宮体と名付けられています。続いて、抗大脳動脈の穿通枝が栄養している重要な解剖構造に視床があります。視床も後ろ側に突出している部分があり、こちらを視床鎮と言います。視床段でもこの部分が後ろ側に突出していますが、この視床鎮というのが、抗大脳動脈のセグメントを理解する上で重要な解剖構造となっています。この視床の部分を抗大脳動脈の穿通枝が栄養しているということも、しっかり重要事項として押さえていただけたらと思います。また、視床段で見えるこの脳梁ですね。脳梁の後ろ側の部分を脳梁膨大部と言いますが、この脳梁膨大部も抗大脳動脈が栄養しています。横断像ではこちらの部分が対応しています。また、脳脊髄液を作る側脳室の脈絡層ですね。この部分も抗脈絡動脈という血管が栄養しているため、抗大脳動脈の解剖に関わる重要な解剖構造です。最後に、視床段で、この溝の部分を確認していきたいんですが、頭頂葉と後頭葉を分ける溝を頭頂後頭孔、そしてこの下側を走る溝を頂距孔と言いますが、この2つの溝も抗大脳動脈のセグメントに関わる重要な解剖構造ですので、ここで、基礎的な解剖構造として説明させていただきました。抗大脳動脈は、ポステリアセリブラルアーテリー、よく PCA と略されますが、脳底動脈から分岐し、この抗交通動脈によって内頸動脈などの前方循環系とつながっています。血管造影で見てみると、脳の上側に向けて、そして後ろ側に向けて走っていく抗放循環系の主要な血管となっています。続いて、抗大脳動脈の血管支配についてですが、この血管支配の図の青色の部分が対応しています。後頭葉、側頭葉、頭頂葉、そして穿通枝としては、視床や中脳、そして先ほど説明した側脳室脈絡層も抗大脳動脈の穿通枝が栄養しています。また、脳梁膨大部の部分、そして海馬などの大脳辺縁系も一部抗大脳動脈が支配していると言われています。それでは、今回の動画のメインテーマである抗大脳動脈のセグメントについて一つ一つ確認していきたいと思います。抗大脳動脈のセグメントは P1 から P4 までとなっており、脳底動脈からスタートし、この抗交通動脈の分岐部までを P1 と言います。この P1 の部分は交通前部や脚管部と名付けられており、要はこの脚管層の部分が対応しています。そこから先は交通前部に対して交通後部と言いますが、その部分が P2 に対応し、この P2 はこの中脳の部分をくるっと回る部分に対応していくんですが、前半部分の P2A と後半部分の P2P に分けるのが一般的です。P2A は脚部や前迂回部と名付けられていますが、抗交通動脈との分岐部から、この大脳脚の後縁までと定義されています。後半部分の P2P は、迂回層部や抗迂回部と名付けられていますが、迂回層内をこのように内装する部分に対応しています。そこから方向を変え P3 になりますが、こちら子宮体部と名付けられており、
視床筋から腸虚口の前縁までと定義されています。要は子宮体操をこのように口を内方に走行する部分となっています。そこから先は皮質に向かって伸びていく皮質部に対応しますが、その部分を P4 と言います。この P4 は腸虚口の前縁よりも遠位の皮質に向かって伸びていく部分と定義されています。MR アンギオグラフィーの MIP 画像で見てみると、脳底動脈の分岐部から後交通動脈までの部分が P1、 中脳をくるっと回る部分の前半部分が P2A、 後半部分が P2P、 この部分に視床筋が対応しますが、視床筋から腸虚口の前縁までが P3、 そしてそこから末梢の皮質部分が P4 となっています。後大脳動脈から出る穿通枝のうち、後脈絡動脈は側脳室で脈絡層を栄養する血管です。側脳室の脈絡層を栄養する血管は、内頚動脈から出る前脈絡動脈と後大脳動脈の P2 から分岐する後脈絡動脈があります。前脈絡動脈に関しては内方向脚を栄養する血管として非常に重要な血管ですけれども、今回のテーマである後大脳動脈から出る穿通枝としては、内側から脈絡層を栄養する内側後脈絡動脈と、外側から栄養する外側後脈絡動脈に分かれています。このような画像を見て、脈絡層を栄養している血管の走行について頭に叩き込んでいただけたらと思います。それではより詳しく後大脳動脈の解剖を見るために血管造影の画像を見ていきたいと思います。まずは正面像ですが、脳底動脈からまずこのように水平に走る部分がありますが、この部分が P1 に対応しています。そしてそこから方向を変え、このように半周状にくるっと回りますけれども、この前半部分が P2A、 後半部分が P2P となります。さらにここが変曲点となり方向を変えていますが、この部分が視床筋の部分に対応しており、視床筋から腸虚口の前縁までの部分が P3、 そしてそこから末梢の皮質を栄養する部分が P4 となっています。それぞれ枝について見ていくと、まずこの横側の側頭葉を栄養している部分を側頭枝と言います。側頭枝は前側頭枝、中側頭枝、後側頭枝と3つの部分に分かれています。さらに2つの溝をですね、腸虚口の溝に沿って走っている部分を腸虚枝、頭頂後頭孔の溝に沿って走っている部分を頭頂後頭枝と言います。この上側に行くと頭頂葉に対応していますので、その部分を栄養している部分を頭頂枝と言います。また後大脳動脈の枝は側脳室の脈絡層を栄養していましたが、内側から側脳室の脈絡層に入る血管が内側後脈絡動脈、外側から方向を変え脈絡層を栄養している部分が外側後脈絡動脈に対応します。続いて側面像で順に血管を見ていきますが、後大脳動脈のこの前半部分からこのようなヒゲのような細かい血管が生えていますが、こちらは視床を栄養する穿通枝となっています。そこから後ろ側に行くと脈絡層を栄養する血管が出てきますが、前側にあるのが内側後脈絡動脈、後ろ側にあるのが外側後脈絡動脈となります。さらに後ろに行くとこの部分に細い血管がありますが、こちらは脳瘤膨大部を栄養する血管となっています。脳瘤膨大部動脈と言います。さらに後ろ側には頭頂葉を栄養する頭頂枝、後ろ側に行くと頭頂後頭孔に沿って血管が伸び頭頂後頭枝と言います。この部分は腸虚口に沿って下側に下がっていく血管ですけれども腸虚枝と言います。さらに後大脳動脈は側頭葉を栄養していますが、前側頭枝、中側頭枝、後側頭枝の3つに分かれています。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は後大脳動脈 PCA の解剖について見てきました。後大脳動脈は後方循環系の栄養血管となり、脳の上側そして後ろ側を栄養する血管となります。セグメントとしては P1 から P4 まであり、脳底動脈から後交通動脈までの部分が P1、 そして中脳をくるっと回る部分の前半部分が P2A、 後半部分が P2P、 そこから方向を変え視床筋から腸虚口の前縁までが P3、 そしてそこから末梢の皮質を栄養する部分が P4 でした。細かい枝について見ていくと、
穿通枝に関しては視床を栄養する視床への穿通枝、また中脳を栄養する穿通枝もあります。脈絡層を栄養する高脈絡動脈に関しては内側から栄養する内側高脈絡動脈と外側から回旋する外側高脈絡動脈がありました。さらに脳梁膨大部を栄養する脳梁膨大部領域動脈、そして末梢の枝に関しては頭頂葉を栄養する頭頂枝、頭頂後頭孔に沿って栄養する頭頂後頭枝、頂挙孔に沿って栄養する頂挙枝がありました。また側頭葉を栄養する前側頭枝、中側頭枝、後側頭枝の3つがありました。以上が今回の動画のまとめとなります。動画作成にあたっての参考文献は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。